仕事柄なのかな。こんな街中にいるとこの中にも悪人はいるんだなって思っちゃうな。普通では罪を償わすこともできない、悪人が。まあ、僕らのしていることも普通の人からすると悪人と何ら変わらないんだろうけど。あ、スバルも呼ばれてたんだ。うん、まだ内容は聞いてないですけど、一応僕にもできる内容かもしれないですから。スバルは本当にどんな内容でも受けるよね。そこまでする理由が何かあるの？理由は特にないですよ。ただ、こんな生き方しか知らないだけですから。まあ、私も同じだから言ってもあれだけど、こんな見たくもない裏のことを知らないといけない仕事を、よくもまあ、続けれるわね。確かに普通の人は続けれないだろうね。僕はそれ以上にひどい環境を知ってるから別になんとも思わないだけだから。その言い方だと、私も普通じゃないように聞こえるんだけど。言っちゃ悪いと思ってますけど、ヨウムさんも普通じゃないでしょ。まあ、そうね。それでもスバルほどじゃないけどね。見た目が中学生くらいで止まってる、スバルに比べたら私はまだ普通な方よ。一体どんな環境で育ったらそんな見た目で成長が止まるのかしら。さあ、僕も全部覚えてるわけじゃないですから。ただ、今言えることはこの世界は表面だけ見れば、綺麗で生きやすいってことですかね。まあ、スバルが言いたくないなら、私はスバルが言ってくれるまで待つだけだからいいけど。まあ、僕がそれを思い出したらね。話はこの辺にして事務所行きましょうか。あら、二人一緒に来たのね。デート？違いますよ。たまたまそこで会っただけですよ。まあ、そうでしょうね。こんな仕事していたら恋愛する暇なんてないし、恋愛しても相手のことを疑っちゃうからね。それで、依頼の内容ってどんなのなんですか？そうね。早速依頼の内容を教えるわね。この人はいざよい作屋さん。僕らのいる事務所で依頼の整理をしてくれたり、依頼を受けてきてくれる。そして作屋さんの主な仕事は暗殺だ。それでこっちの人はコンパクヨウムさん。僕とは別の経緯でこの事務所のお仕事をしている。そして主な仕事は大人数のターゲットの排除。それで今回の依頼の内容だけど、ターゲットは二人。別に命までは取らなくてもいいけど、二人を更生させてほしいとのことよ。なんか今回の依頼は平和ですね。もっとなんかないんですか？あるにはあるけど、その依頼は今所長が当たってるから、それに私たちが暇なのはいいことよ。私たちが無駄に手を汚さなくても済むしね。まあ、それはそうですけど、こんな生ぬるい依頼ばかりだと鉛そうですよ。まあ、それは各々がどうにかするってことで、その話は置いておいて、どうするやる？今回はやるなら二人で行ってきてほしいんだけど。僕は構いませんよ。依頼なら何でもしますから。二人をどう構成させるかは僕次第でいいんですよね。いいわよ。それで命が危険にさらされようと構わないらしいわ。依頼の内容はともかく、そういうことなら僕らの得意分野じゃないですか。その構成させないといけない小悪党には、僕が痛い目を見せてきますよ。相手は一応学生だから手加減してあげてね。学生なんですか。それじゃあ私もついていきますよ。どの道私もすることないですし。それじゃあよろしくね、二人とも。了解です。おかえりスバル。今日はどんなことしてきたの？変な匂いするんだけど。ああ、灯油使ったからかな。何に使ったかは聞かないけど。とりあえずお風呂入ってきたら。そうさせてもらうよ。無月も幻月も無理に詮索してこないからいい子たちだよ本当に。いきなり何を言い出すのよ。いや、今日仕事で無月と幻月の同年代の人と会うことがあってね。そいつらと比べたら無月も幻月も、本当にできた子たちだなって思ってね。ああ、なんか親目線で言っていてちょっとキモいかな。ちょっと傷ついたけど、確かに今のはキモかったね。親でもない人間に親目線で物を言われるのはね。でもまあ、今の私たちの関係だとスバルが親になるからいいんだけどね。見た目的には親に見えないけど。何の話してるの？僕の仕事で会った人より、無月と幻月の方ができたいい子だなって話だよ。そうなんだ。でも私は言うほどいい子じゃないと思うけど。でも、無月はいい子だよね。料理も美味しいし、家事もしてくれてるから。それは私がしたくてしてるだけだから。それに、姉さんも手伝ってくれてるから。仕事と家の温度感が違いすぎて風邪ひきそう。でもまあ、この温かい感じもいいな。今まで家がこんなにも温かいって思ったことなかったし。二人は本当にいい子たちだ。僕なんかと一緒に暮らしてくれてるんだから。こんななんでもやと言いながら、ほとんど殺し屋な僕なんかと。スバル、何笑ってるのよ。私たち何かおかしいこと言った？それとも私たちに惚れちゃった？ダメだよ。いくら私たちが居候させてもらってるからって。さつきさんが見た目が中学生でも、年上なんだから、ロリコンになっちゃうよ。それは困るなぁ。ロリコンになったら事務所の人たちの標的になっちゃう。ロリコンで二人のことを襲ったら、それこそ僕も悪人の一員だからね。さすがに僕は一般人より少し戦闘の心得を知ってるだけだから、三人相手だと生き残れないよ。まあ、そんな心配も意味ないと思うけどね。僕は二人を大事に思っていても、好きになることはないよ。そうでしょうね。
スバルは私たちに恋愛感情を抱くなんてことはないでしょうね。すでにもう私たちを見る目が保護者だからね。確かになんか二人を見ていると保護者目線になっちゃうね。なんでだろ。まあ、今考えても答えは出ないだろうから、僕はお風呂に入ってくるよ。僕は二人にそう言い、お風呂に入りに行くのであった。私はこの仕事に誇りを持っているわけじゃないが、ある程度やりがいはあると思っている。どれだけ非難されようと、私も悪人だと言われても、自分の得意なことをしているのだから私は気にしない。だって、所詮人間は誰かからしたら、みんな悪人。そんな話。次回、訳あり姉妹と仕事と手伝い。